皆さんおはようございます。今日もストリート大学、解説続けていきたいと思います。この前はフックやったと思うんで、セカンドバースから、Trickily in the system。 Trickily っていうのはトリッキーだねってことだね。 Trickily in the system、 すごくトリッキーなシステムだって言ってる。 Put my niggas in prison。put は置くとか入れる。my niggas、 まあ nigger ってのは黒人、ニグロだけど、まあ同胞って訳しましょう。 in prison だから私の同胞を牢屋に閉じ込めて、だからとってもトリッキーなシステムで、でしかも同胞を未だに牢屋に閉じ込めて、 all our history hidden、 すべての私たちの history、 歴史は hidden、 隠されていて、 ain't ってのはこれなかなか慣れないと思いますけど、be 動詞のすべての否定なんですね。だから isn't とか wasn't とか aren't とか否定形だと思えばいい。 ain't no liberty given。 liberty ってのは自由で、 given も与えられる。自由なんて全く与えられないし、We all fit the description of what the document's written. We, 私たちは、all, 私たちみんなは fit the description. Fit ってのは、まあ、合わせるとか、だね。The description ってのは解説。Description、まあ、ウェブサイト作ってる人とかってのは、Description コンテントとか、なんかこの、今作ってるウェブサイトはこうやって、こういうものなんですよって、こう、ディスクリプションコンテントっていう風にヘッダーに入れなきゃいけない時とかがあったりして、それやってる人は、まあ、パソコンの言語やってる人はディスクリプションってのは馴染みがあると思うんだけど、はい、ディスクリプションは、解説ですね。of what the document's written。ドキュメントっていうのは、ドキュメンタリーとかっていうイメージあると思うけど、アメリカでは、まあ、資料っていうような言い方をしますね。だから、we all、俺たちは全員 fit the description。その解説に合わせなきゃいけないんだ。じゃあその解説はどういう解説かっていうと、what the document's written。書かれた資料の解説に俺たちは全員が合わせなきゃいけなくなっちゃってる。なんか歴史、今自分が生きてるっていうことよりも歴史とか人に書かれた、権力者に書かれた歴史の方がでかくなっちゃってる。でそっちに合わせなきゃいけない。で、we been lacking。lack ってのは、こう、欠けてるっていう意味があるんですね。we been、been は現在進行形だから、現在進行形じゃない。なんか分子形か。We been、 まあずーっとって覚えればいいよ。 We been lacking、 ずーっと欠けてる。 We been lacking、 私たちはずーっと欠けてます。 The vision、 何が欠けてるかっていうと、その将来のビジョンだね。ビジョンっていうものに欠けてるし、 And the barely、 barely ってのはかろうじてなんとかって意味だね。 The making a living。そう、だから私たちはずっと将来のビジョンっていうものを書いてるし、かろうじてなんとか今生きてるんだ。We too worried to fit in。 fit in で、これも合わせるって意味だったかな。 fit in、 そうで、 we too は何々すぎる、俺たちは心配しすぎた。 we too worried to fit in、合わせるっていうことにすごく不信したんだってことだね。で、どういうことにっていうと、while they been benefiting。 ここもさっきも出てきたけど、分子形の been、 been をずーっと、 while ってのは何々の間、 while they、 彼らがずーっと、 benefit ってのは利益がある、まあ儲けてる間、その一方で僕たちはずーっとそれに合わせるっていうことにすごく心を腐らせたんだっていうことなんだよね。で、
この後 Every time you submit in Submit は参加ですね。 Every time いつも you submit in 君は参加してくるよね。 We all guilty admitted We all guilty admitted これは We all guilty admitted 多分これはキリスト教の贖罪みたいなもんで、私たちの罪はキリストの死によって全部許されたみたいな共通の意識がアメリカにあるんですね。今僕が生きてるとか、自分今僕が入れれるのは全ての僕の罪をイエス・キリストが被って死んでくれたから今僕が入れるんだ、だから全ての人の罪は許されてるんだよなんていう意識だと思います。でもその後にこれはジョイ・バースが叩きつけるんだけど、 The load load っていうのは神っていう意味もありますね。 The load won't get you acquitted acquitted っていうのは無実っていう。 The load 神は won't はしないだろうって意味だね。 will not ってことだね。 won't get you acquitted 神は君を無罪にはしないと思うよ。全ての罪は許されたっていう言葉はあるだろうけど、 The Lord won't you get you acquitted 神は君を無実にはしない。 But you still ask for forgiveness But はしかし You はあなた Still は未だに Ask for これはイディオムで覚えましょう。何々をお願いする、依頼してくる、ご了してくるってことだね。で、何をご了してくるのかっていうと forgiveness forgive の名詞形 forgive は許す、だから許しを求めてくると。お前はいつも許しを求めてくるよな。もうこれ本当面白いよね。すごいトリッキーなシステムの中で未だに我々の同胞っていうのは牢屋に押し込められていて、私たちの全ての歴史っていうのは隠されてるし、未だに自由も与えられてない。で、私たちはその権力者たちに捏造された歴史資料に自分たちを合わせなきゃいけないし、未だにずっと将来のビジョンに書いてる。で、なんとかかろうじて生きてる状態なんだと。で、あなたたちが、あなたたちってのは多分政府とか、そういったところ、白人の人たちっていうことだと思うけど、あなたたちがずっと利益を得てる間、私たちはずっと肩身を、狭い思いをしているんだ。でもあなたたちはいつも参加してくるよね。で、すべての罪は許されたと思ってる。だけど神はあなたを絶対に無実なんかにしないよ。でも、あなたは未だに私たちに許しを求めてきてる。すごい、すごい攻撃的に言ってると思うんだよね。だけど、ただ攻撃的に言うんじゃなくて、すごくユーモアが含まれてる。まあ、本当は贖罪って言って、すべての人の罪は許されてるって言ってるんだけど、お前は許されてねって言っちゃうような強さもある。で、最後、ここがまたすごいのが、put。put は、まあ、置くとかもあるけど、オピアテスっていうの、オピアテスっていうのはね、アヘンのことなんですね。put opiate, put opiates, put opiates, put opiates in シリンジっていうのはその注射器のことだね。だから。お前は注射器にアヘンを刺しながら inject his religion then inject his religion inject は取り出す his religion っていうのは彼の宗教ってことは許してくれ許してくれ俺らはもう本当許されてんだよとか言いながら実はドラッグを打っていて、そのドラッグを打つとうわー許されたみたいな救いを感じるっていう、違うべっていうような感じなんだろうね。まあ、ちょっとやってみましょう。これを、
まあ、まずは意味をね、理解した上でどうやってやるか。Strictly in the system, but my niggas in prison. All the history hidden, ain't no liberty given. We all fit the description of what documents written. We be lacking a vision and really making a living. We too worldly to feed it, why we be telling fitting. Every time you submit it, we all get you a million. Then no one got you, I couldn't, but you so alpha for games. But upper ancestral religion, then you left the religion. Tell you I'm a man in the mission. Many times I gotta tell you why I need no permission. You超難しいね。Trickily in the system, trickily in the system, put my niggas in prison. Trickily in the system, put my niggas in prison. All the history hidden, and the liberty given. We all fit the description of what documents written. We be lacking the vision and barely making the ribbon. We too worldly to fit in, why we be then and fitting. Every time we submitting, we all get to admitting. The law won't got you acquitted, but just for alcohol forgiveness. Put up its instance and engine, then inject his religion. 全然俺も言えないです。とにかくこれはまあゆっくりやってみてください。まあリリックの強さだね。これがまあ The Conscious っていうラップですね。まあじゃあ続きはまた。